お？誰だ？何？どっち？怖い。ドットホラーストーリー2実況プレイやっていきます。前回は何やったっけ。あ、そうだそうだ、あの主人公の幼い頃の記憶を見たんだね。引っ越しの記憶があったというところで、確か次に行く場所がちょっとわかんないねって言ってたような記憶がありますね。さあ次どこ行きましょうか。祭壇あったな、そういや。まだ謎が解けてないというと、ここに何かをセットしないといけないのだが、ここまでの感じだとやっぱり幼少期の記憶で見たあの犬のぬいぐるみみたいなやつかな。おそらくこの屋敷の中のどこかに主人公の幼い頃の引っ越しの記憶のかけらみたいなものが何か残っているんではないだろうか。上にあるかな、ひょっとして。そうか、こっちに。こっちは何もないと。怖い怖い。怖いところは行かないようにしましょう。ここら辺に何かあるかな。友達はどうしてるんだろうっていうのはそういう意味だったんだね。主人公はまあぬいぐるみが好きで、そのぬいぐるみのことを友達だと言っていたわけだから、しかしまあここのフロアには何もなさそうかな。他に何かあったかな、調べられそうなもの。まあ、まずはこの電球はいずれ使うだろうから持っていくとして、ここは何もないでしょう。ここもまあ何もなさそうで、これが出口と。あ、でもこっち何もないから1階か。何か1階見てない部屋があったかな。そういや確かこっちの左の部屋見てなかったというか、見ても何もなかったんだよね。ここ一番の給油、そういうこと？ここの中に入ってる、ひょっとして。うわ、子供の頃に遊んでたテントだ。さっきのイベントを見たからこそ、この中に、あ！残ってる！君なのか？スナウティ。スナウティっていうのは、なんか象の人形？象のぬいぐるみに見えたぞ一瞬。恐怖の産物っていうのも確か象じゃなかったっけ。まあ、前回前々回出てきたやつは二本足で立ってたようにも見えたが、でこのスナウティをそれじゃ あの祭壇に飾るみたいなことかな。相変わらず音がふわーんと出てくる、なんとも言えぬ音が。あ、君はここに置いとくね。やっぱり象のぬいぐるみだ。何か関係がある？恐怖の産物が象であったこと、確か過去にあったよね。主人公の一番の旧友が象のぬいぐるみであることと、恐怖の産物が象であること、その二つには何かしらの関連はあると思う。なんかまた楽しげな雰囲気になってきたの。カフェ、はあ、楽しそうですね。話しかけれないけど、何を意味してるんだろう。両親が経営してたコーヒーショップを思い出すな。ごめんね。両親はコーヒーショップをやってたんだ。倒産しちゃったけどか。あー、コーヒーといえばちょっと飲みたいな。
主人公がコーヒー好きだったのもそういうところに関与してんのかな。あ、これはお父さんではなくてただの従業員かな。最高の豆をひいて入れたコーヒーです。どうぞごゆっくり。ありがとうございます。うん、主人公のパパとママはオーナーではあったけど従業員を雇ってコーヒーショップを経営していたと。まあコーヒーショップで従業員を雇って経営できるぐらいだと結構金かかりそうだよね。ずっとコーヒーが飲みたかったんだ。私と向き合う心の準備はできたかい？あなたは誰でしたっけ？強欲さんは前回出てきましたけど、もう何年も経ったが、あ、そうだよね、どちら様ですか？初めて対面する。恐怖とかかな。喪失。私は喪失だ。第2章、今やってるチャプターのタイトルが喪失だった。喪失？忘れている？そうだ、君を助けに来た。見た目だけで怖がらないでくれ。私は善意を持ってやってきた。善意とは。でもなぜ喪失が？私は苦悩の産物。彼は一見悪意を持っているように見えるが、彼は君を助けるために私を生み出したんだ。確かに苦悩は、まあめちゃくちゃ悪いやつ感は出してたけど、なんかちょっとこう、私がいなければなんかこう生きていけぬみたいな、そんなことは言ってたような気もしなくもない。よくわからない。なぜあなたはここに？さっき言った通り、君が私と向き合えるように来た。向き合えてるように来たということは、向き合ってなかったということか。私は君が数年前に感じた喪失だよ。何を失った？主人公は。俺の両親。ああ、君はとても若かった。若くてプライドが高すぎた。君は私を無視した。その結果別のものを生み出した。そうか、確かに何よりも両親に会いたい。でも考えない方が俺にとっては楽だったんだ。思い出で自分を苦しめても仕方ないだろう。そんなことをしても二人は戻ってこない。君は間違っていない。彼らはもういないが、彼らの記憶は消えていない。うん、主人公の心の中ではたびたび両親は出てきたが、ちょっと歪んだ姿で出てきてはいたかな。ワンでもそれを大切にするんだ。両親の思い出を避けてはダメだ。だから私はここに使わされたんだよ。私を通して忘れていたものと対峙しないと。両親を失ったということを認めた上で思い出と一緒に生きていくか、それが怖かった主人公。喪失、両親のことを忘れているふりをしていたということなのか。それしか方法がない。わかった。どうすればいい？自分を探せ。希望を目覚めさせるんだ。おお、なんかやっぱりいいやつか。理性も確か希望を探せって言ってたもんね。時が来たらきっとわかる。わかったよ。両親の喪失、それと向き合えば希望を見つけることができるということ？ここだよね。一番唯一現実だと思えるところは、前回はあなたの仕事と仕事で挫折してしまったことについて話しましたね。退職しようとしたけどしなかったと。うん、共同経営者にさせられたからね。退職届持って行って、内側からゆっくりとあなたを追い詰めていたにもかかわらず働き続けた。強欲に支配されていたと。
今日はさらに深いところまで探ろうと思います。あなたの決断の理由について探っていきましょう。決断の理由、あなたがそう言うならすごい信頼を寄せているけど、右側の人は心理学者なのかな。こうなってくると、さて自分が主導権を握っているように感じますか。人生に対する主導権、人は自分の人生の手綱を握っていると感じた時に充実感を得ると言いますけど、うん、まあだと思います。自分の頭の中の声に対抗するのに苦しんでますが、うん、ええ、そうだろうと思いました。自信も失ったようですが、はい、自分には何もできないといった気分です。どう思いますか。なぜ自己肯定感がそんなに低いんでしょう。答えを知ってれば楽なんだけどね。理想と現実にギャップがあるから。あなたの幼少期について教えてください。何が聞きたいのですか。大体の内容ですかね。どうでした。なんと答える。あなたの身に起きた悲劇については存じ上げています。はい、両親に会いたいです。良い子供時代を過ごしましたが、終わるのが早すぎました。残念ですね。それについてはまた後ほど話しましょう。両親について詳しく話してくれますか。最高の両親でした。優しくて理解してくれて、二人で理想のコーヒーショップを経営していました。だから俺はこんなにコーヒーが好きなのかもしれません。そういうところにつながると私も思うな。ごめんね。で、そうだよね。とにかく不況の時に二人の事業がうまくいかなくなりました。だから引っ越しをしたと。とうとう家を売ることになってしまったんです。こういった体験の影響があなたの成功への執着心を上昇させたと思いますか？そうだと思うね、やっぱり。時間のようですね、プライスさん。また次回、あなたの幼少期についてお聞かせください。2章は終わりかな。3章、許し。おい、大丈夫か？ほう。気になることでもあるのか？どこだろう？あんた、チャーリーか？チャーリー。どちらさんでしょう？どちらのチャーリーさん？なんだよ？新手のジョークか？ここで何してるんだ？お前が招待したんだろ？こりゃビールが必要だな。少しはシャキッとするだろう。そこまで案内してよ。はあ、希望の領地。友人？幼少期の頃の友人なのかな？青年期をあまり知らないが。あ、これか。じゃあビールで乾杯でもしますか。急に乾杯。乾杯。もうなんだ、7年ぐらいか。時間の感覚がわからんが、主人公は何歳ぐらいなんだろう。30歳ぐらい。学友、それこそ高校大学とかの頃の友達なのかな。9年だな。もうそんなに経つ。あー、ビビるよな。どうしてたんだ。まともに答えたら長くてつまらない話になるぞ。よくあるつまらない話さ。腰を落ち着けて結婚した。何ヶ月か後には父親になるよ。マジか、おめでとう。嬉しいよ、昔からいいやつだったからな。ありがとう。で、お前はどうなんだ。なんでかわからないけど、お前が仕事のために引っ越してからは連絡取ってなかったな。ところで仕事は見つかったの。残念ながらね。はあ、
話すと長くなるよ。そうだね、聞いてやろうじゃん。まずビールを飲まないと。お前も飲む？もちろん。長い話になるが、もし本当にこういう友人がいるのであれば、自己開示をして何かしらの何をでも得られるんだろう、この友人から。ものすごい話だったな。そうだろうね。お前もいろいろとあって大変だったんだな。気にしなくていいよ。自分で選んだことだから自分の責任だ。まあそう言われりゃそうなんだけど、お前はいいやつだよ。うん、ありがとうチャーリー。そうだ、用事を忘れていた。すぐに戻ってくるよ。いいやつかな。悪いやつだと思われても仕方がない気もするけどな。いろんな人を、まあ、仕事とはいえどん底に落としてしまったわけだから。よし、お利口さんだね。こっちは何かしらの恐怖があるからちょっと逃げていこう。お利口な犬はどこかに行ってしまった。ここ、お、おお、理性さんか。久々だな。はいはい、何でしょう。元気でしたか。一杯やってきます。あ、話しかけれこうか。やあ理性、ずいぶん楽しそうだね。ちょっと喉の調子が良くないかもしれぬ。まあね。ここはどうだい。こんな声で頑張ってたかの俺。友人に囲まれて夜の暖かさを味わえる。夜の炎の暖かさみたいなものは独特にあるね。確かに受け入れられて安心できます。希望も湧いてきました。後ろにいる男の顔、真顔。君は随分遠くまで来た。うん、今まで君が経験してきたことは全て希望のための燃料のようなものだ。ほう、もう少しで自分の中の光を放てるところまで来てるんだよ。すみません、失礼を承知で言いますが、今はゆっくりしたいんです。すごいな、これはよく言ったと私は思うな。今は何もかも忘れたいんです。自分の希望に向かってより燃料をチャージしたいみたいな前向きな発言に聞こえるが、うん、気にしなくていい。むしろこの温かさを受けて英気を養うんだ。もうやっぱり理性さんの言うことはいいことのように思える。ありがとう理性。なんで理性はあんなにがんじがらめになっちゃってるんだ。しかし強欲のせいなのかな。まあ帰っていった、お家に。ここ何もないと。うん、この夜の暖かさに身を任せながら一体何ができるものか。あ、チャーリー、ここにいたのか。俺そのお前に手紙を書いてきたんだ。ほう、大事なことだ。何か私を励ましてくれるのかな。読んでいい。まだダメだ。読むべき時まで待たないと。なんだよ怪しいな。まあ確かにそう感じるかもしれないけど、まだ読まないって約束しろよ。恥ずかしいからか。約束するよ。ありがとう。その時が来たら絶対わかるから。わかった。希望の何かこう一つになるのかな、この手紙は。お？誰だ？何？どっち？怖い。怖い。怖
怖い方だな。怖い方です。手紙？いや、話す。私を見つけて。希望？絶望？誰？何？ん？彼女を最後に見たとき、やっぱり何かまだあるかな。クソ、この場所知ってるぞ。グッドウィンさんが亡くなった場所だ。あそこの病院か。いやー、今回は第3章始まりましたね。第2章喪失、主人公の両親が多分何かしらの理由で喪失した。それはまあ主人公にとって向き合うべきものなのだろうけど、第3章が始まって許しっていうタイトルだったね。ひょっとしたらこの章で何かしら主人公は誰から許されるものなのか、あるいは何を許されるのかはわからないけど、少し希望が見えてくるのかもしれない。でもその前におそらくどん底を知ることになる、そんな気が少ししています。さあ、この先少し気がめいてくるかもしれませんけど、やっていきたいと思います。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。